初めて試合に出る時の心得。はい、自己肯定感を上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ、今回なんですけども、まあ、初めて試合に出る時の心得、 YouTube ライブの方でもね少しお話しさせてあげたと思うんですけど、についてお話しさせてあげたいと思います。なんせこの私ちゃんとした選手経験がなくて、実はそうですね、本当に普通の簡単な草と2年ぐらい勝てませんでした。もうそれは18から始めて、20歳ぐらいの時にちょっと出たんですかね、そういう草トーナメントみたいな。はい。で、まあどうしていけばちょっとでもいいプレーができて、どうしていけば、まあ、勝てていくのかと、言ったですね、まあ、特に初めてって緊張して何が何だか分かんなくないですか。で、まあすぐに勝てちゃう人とかをさておき、もう全然勝てないと、もう本当に高いレベルじゃなくても低いレベルでも勝てないと、そういった方で、もしよろしければ見ていただければと思います。はい。もうまあ今でもそんな強くはないですし、まあね、周りのアスリートのね、スタッフたち見ると、まあ本当に身が引き締まる思いなんですけど、まあちょっとでもご参考いただければね、良いかと思いますね。まあテニス一生懸命、やって、なかなか上達されないテニスラブの方、ぜひ、またお悩みの方ですね、こちらのチャンネル見られる方でお友達いらっしゃったらご紹介いただければと思います。ちょっとでも内容良かったら、こういうボタンとチャンネル登録、コメント欄にご意見、ご感想、ご要望、ご質問お待ちしてます。では行ってみましょう。まあ試合の時なんですけど、まあ、正直一番何を考えるかというと、僕ね、本当にズボラ、まあよくご存じの方ズボラだったんで、まずね、前の日の準備、これちゃんとできてるか、あとその会場の確認とか、これ大事です。で、草党とかでもルール厳しいところって、もういいんじゃないかと思うようなことでも、はい、ダメですってね、ちょっと時間遅れて、はい、ダメですとかなったりもしますから、まあ、まずはそこの場所の下調べですよね。まあ、今だとね、Google ナビとかね、Yahoo ナビとかでポンってね、ある程度精度の高いに出ますけど、やっぱ混むときめちゃくちゃ混むので、まあ、初めのときはまずは、ちょっとこう、早めに着くようにするのだとか、あと、どうだろう、場所によっては本当に自動販売機もね、なかったりするところとか、まあ、コンビニまで遠かったりするところもあるんで、まあ、朝の食材を調達するとか、その前の日早く寝るだとか、まあ、こういったこう準備を、きちっと、していくのが大事だと思います。で、まあ、あとね、靴下の替えとか、服の替えとか、ね、そういうのもこう含めて準備をちゃんとしていくと。で、まあ、会場を迎えますと。で、試合になると。まあ、で、まあ、一番聞きたいところはこの試合だと思うんですよ。で、やりがちなことって、まあ、僕それあったんですけど、まず何を考えるかって、まあ、勝ちたいっていうのはあるんですけど、勝ちたい前にまず1ゲームでも取りたいとか、1点でも取りたいって、こうどん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 この脅迫概念的に、あ、1点取られた、あーって、2点取られた、あーとかね、まあ、あと運よくゲーム取れたとしても、あ、1ゲーム取れた、あ、次2ゲーム目欲しい欲しい欲しいとか、目の前のプレーよりもポイントとかゲームのカウントにも頭が行きがちなんですよ。初めて試合に出るときって、で、なかなか勝てない人って、で、僕もそうです。で、やっぱりその結果を出して勝ってる人に話を聞いてると、もちろんそのポイント間での意識はするんですけど、やっぱ一個一個のプレーに集中する。で、勝ってる人ってなんかこうすごくめっちゃこう精密にこう打って、こう来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 てっていう考えをしながらこうゲーム取ったりとかね、試合にこう勝ってったりね、どん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 こう次の試合ってこうねやってたりしがちだと思うじゃないですか。まあ、もちろんそれもあると思うんですが、やっぱプレーの時はもう本当に基本的なことからやっぱりやってるみたいですね。例えばですけども、もう一番初めに試合に出る時って、まああるあるかもしれないですけど、まずやってほしいことで、僕も心がけるようにして、初めて一勝できるようになったんですけど、まず大事なのはもうね、ポイントとかね、ゲームとかじゃないんですよ。例えばですけど、ネットにボールをかけない。僕だからこれをネットにボールかけないって頑張ったら何とでもできるじゃないですか。ノータッチ以外はね、全部ネットこそこそ高く、ね、重力あるから絶対落ちてくるじゃないですか。ネットをかけちゃったらもうそれで終わりなんですよ。だからその1試合を通してほぼネットを絶対かけない。まあ、こういう心がけをしていくと、自然と
プレーも向上してきます。ネットかけちゃうともうそこで終わりじゃないですか。例えばアウトボールにしても相手は一回ネットを越えてるかちょっとは意識するじゃないですか。でネットズドーンっていっちゃうともうなんとも思わないじゃないですか。だからちょっとでも相手にストレスをかけるって意味ではネットを越えるって自分のプレーも良くなってきます。大きく振ろうとしていくとどん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 ヘッドが回ったりとかスイングが加速してきます。これ大事だと思います。もう当たり前なんですけど一個もかけないですよ。だからアウトしても気にしなかったとしてもネットかけたらめちゃくちゃ気にする。だから例えばアウト10回でミスするんだったらネットは1回しないかするかとかそのくらいの気概でいくといいと思います。でもう一個はやっぱりこうテニスの試合ってやっぱりこうサーブとレシーブから始まるじゃないですか。だからレシーブに関してはネットをしないっていう心がけをこうしていけばいいと思うんですが、サーブに関してはダブルフォルトをしないって考えていくとこれでできるしいいんですよ。ダブルフォルトしないで考えるとどんどんどんこう固まっちゃうじゃないですか。で、まあ、これ大事ですよ。ダブルフォルトしないように考えるのは、一番大事です。ただよくあるのがほぼファーストが入らないんであればまずはスイングを止めずにセカンドサーブをファーストで打つ。これ大事になってきます。やっぱりこうファーストサーブっていうのは相手も身構えますしレベルの差がめちゃくちゃ開いてない限りはそんなに攻められないんですよ。同じサーブをファーストとセカンドで入れるのとは相手の気の持ち方も違いますからとにかくファーストの確率を上げていく、まあ、これでバチコーンと叩かれればもうレベルの差が全然違うということになってきますので、まあ、そういった場合はまあそのアドバイスの範囲外になってくるかもしれないですけど結構ね多くの人ってファーストバゴーンってね特に始めてるファーストバゴーンってプロみたいにこう入れ入れって入るけど4回中0個ってなるんだったら4回中2個ぐらいセカンドみたいなファーストこう入れてっても相手にプレッシャーはかかります。そうしていくと自分がセカンドサーブをファーストでこう入れてたとしてもファーストが入ったって結果になるじゃないですか。そうしたらちょっとずつスイング早めていこうかなとかねちょっとずつこうなんだろうボールの ねスピード上げていこうかなと逆にもっと回転かけていこうかなっていう基準がその時その試合の中での基準が分かってくるのでネットにかけないようにしたのであれば次はダブルフォルトをしない。そのためにファーストサーブでセカンドのようなサーブを打っていく。これは結構大事です。本当にね。はい。でもう一個、僕が意識してたことがあって、ラリーを3回以上続けるって言った頭で相手とボールの打ち合いをしていきます。でできなくてもいいんですよ。あのすぐにミスってしまったりとかうまくいかなくなるときってもうちょっとでも有利に展開したいボール強くしたい、 いやもう相手からペース奪いたいと思ってもう大体 1,2 球で終わってしまうんですよ。でも3回以上ラリーをしようと思うと初めの 1,2 回って、まあ、捨てってたらですけどあの結構リラックスできるの3を目的にしてるんで、であのポイント取りたいと思っちゃったりするともう 1個目とか2個目のもうラリーで何とかしようとしてまうんで、もう3回続けるつもり。ダブルスでもシングルスでもダブルスだったらもねもしかして前上がっててボレーとかあのしたくなるかもしれない。それも考えてストロークボレーもう一回ボレーしようと思うと自然とこうファーストボレーがねこう綺麗に丁寧に運べたりするので相手のペースを奪いやすくなってきます。なのでこうラリーの回数をある程度自分の中で増やしたり3回くらい4回ぐらいで決めるとかいうのでもいいと思います。そのラリーの回数をしていくことでコート全体を見ることができますので、そういった意味ではねラリーを3回以上するというのを頭に入れながらいくと、はい、もうレベルが上がってくるとねいろんな展開とかいろんなことがあるんですけど、もう初めて試合に出るときってもう何が何か分かんないのでもうとにかくこの3つを守っていければいいのかな。でプラスアルファもしそれがダブルスの試合でもう初めての試合とかなかなか勝てなかった人、これねで前衛の動きがとかね、まあ、ペアがうるさい人がいたらまあ変えた方がいいと思いますけど、あの前衛の動きというよりも簡単にもっと考えるんですよね。これちょっとおまけ的な要素なんですけど、ダブルスの場合は前衛にいる人はボールを持っている、これ僕レッスンでもよく話してるんですけど分かんないじゃないですか。で逆に反応いい人だったら下がるよりもブロックした方が早いなとかあったりするじゃないですか。でその人のこう感覚によってやっぱり速いボール遅いボールとか
ね、厳しいボール、優しいボールって変わってくると思うので、前衛の時はボールを持っている敵さん、敵に体をちょっとこう向ける。そうすると敵がラケット振りかぶってたら自然と下がるし、ガードしようと思いますよね。逆に敵が全然構えてもなくて、なんかこうすぐやる気がなくてこう、ね、出てくる様子もなければ、別にポジションを下げる必要ないじゃないですか。これね、やっぱダブルスのセオリーで前後前後って動きがあってっていうのがベースにはあるんですが、相手見てれば自然と反応できます。で、ダブルスで前衛でアタフタしてしまう人って全員をボールを目で追いながら後ろの人も前の人も見ようとするんですけど、でもテニスってパスはなしですから、当たり前ですけど、サッカーとかね、バスケとかね、そのバレーボールにはこうパスが回ってくるわけではないので、だからボールが相手が反応すればその人の方向に体を向ける。そうすると必然とそのボールが強いボール来るのかね、弱いボール来るのかも分かりやすくなりますから、そこだけはこう意識してあげるといいのかなと思います。まあ本当に至って簡単なんですけど、初めて試合が出てくる時ってもう何もできずに終わってしまうぐらいなら、この3つのポイントプラスダブルスだったら今お話ししたこのボレーの方の自分の立ち位置っていうのを把握してあげると。良いと思います。結構簡単なんですけどね、うまくいかないときって本当に意外とシンプルシンプルシンプルに考えていくと、確実に上達しますし、良い結果が生まれると思います。で、これを繰り返していくことで、これが全部達成できるようになってきたら次のステップに進むことができると思いますので、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。